ちゃこんにちは。さあ久々の岡田監督の一問一答ではなくて語録です。あ、なるほど。はい、いっぱい話してきたからね。あ、岡田監督と、うん、この前中日戦の時寒かったんだよね、はい、ちょっと小雨も霧雨みたいなのが降ってたんだよ、うん、寒くて俺半袖でやっててこういろいろ選手と話をしてて、うん、岡田監督がベンチ座ってたんだよ、はい、でなんかこっちを見てるなっていうような雰囲気があったんだよ、ね、で行ったらさ、はい、なんかこう喜んでくれてみたいな、こういう高みだ、お前寒ないかとか言って、うん、まあ、そういう話から、まあ、いろんな話をしたんだけどさ、はい、なんか来るの待ってるみたいな感じあ、じっと見ながらそうそう、こっち来い、こっち来いみたいな、そんな感じに見えたけどね。嬉しいですね。だから話し相手がね、また来てくれたっていう。まあそうだな、うん、だから割と近い人間じゃないと岡田さんとは話しにくいと思うんだよ。1歳差ですか俺とはね。まあだからやっぱり話せるんでしょう、ね、俺の方が下だよ。知ってます、知ってます。いや、ただ若い解説者だと、はい、結構重みがあるのかなっていう感じがするよね。行きづらいですよ。行きづらいかもわかんないよね。うん、だからほぐしに、ほぐしに。え、結構いろんな話はされたんですか。いや、いろいろもう言ったら教えてくれるからね、うん、いろんなことを話してくれるし、うんうん、まあ、そんな中でも5、6、まずはノイジー選手が結構守備とかノック受けてるということで、はい、そんなね、受けなくてもいいのにって言ってたらしいんですけども、うん、やっぱりその外野手争いが非常に厳しいっていうところで、結構外国人選手も、ミエセスもそうですけど、ちょっと頑張ってると。いや、だけど岡田監督が話をしたら、やっぱこう現場をね、うん、飲んでも、はい、場半身残ってやりたいというね、うん、はい、まあ、そういうことをこう岡田監督がすごく評価をしてあげてたよ。あ、そうなんですね、うん、だから、いや、ノイジーも一生懸命やってるしな、うん、言ってたよ。言ってました、うん、その代わり競争は厳しいけどなって、まあ、そうですよね。ただやっぱ守備も一生懸命やるし、うん、って言ってたな、うん、あ、外野の守備はもうってノックも入ると言ったんだけれども、周りのコーチがそれはしないでいいって止めたそうです、うん、ノイジーに関しては。いや、積極的にやってるって言ってたよ。やっぱそうなんですね、うん、でそれがまたその前川選手のいい刺激にもつながってるっていうふうにおっしゃっていて、そのやっぱり前川選手の成長っていうのも岡田監督は、いや、成長してるよ本当に、感じてるみたいですね。別動画でも何回も言ってるけどさ、はい、やっぱ成長してるし、うん、まあ、野口がちょっとこう、はい、あれだな、力を出し切れてないというかさ、うん、キャンプで、はい、で森下も最初どうなるかと思ったけども、こう合わせてきてるよね、はい、だからすごくいい感じではいってると思うよ、キャンプはね。そうですよね、うん、まあ、でもその野口選手、井上選手がちょっとね、あのこのキャンプで結果を残せなかったってことは岡田監督も、まあそれはある程度計算づくだよね。みんながみんないいっていうことはないし、はい、やっぱその中でやっぱ勝ち抜いていけるやつっていうのは、やっぱこの時期いいしね、はい、うん、だから、まあ、出遅れた井上とか野口とかは、うん、ちょっとやり直しかなというような感じはするけどね。そうですね、はい、でこの中でもやっぱり佐藤輝明選手の話題が、はい、上がっていて、記者の方が佐藤輝明選手の守備面の成長どうですかね、うん、守備はようなったよ、でも本当にお前、送球とかな、なんで良くなったかっていうと、足の運びやな、ちゃんとステップが踏めるもんな、取ってからの足の運びが良くなったからな、うん、と。このステップと、まあまあそうだね、はい、フットワークだよね、うん、だからそれ、サトテル選手にね、うん、聞いたけど守備も良くなったねって言ったら、はい、一つ一つ丁寧にやってますから、うん、まあいい感じにはなってますと、はい、いうふうには言ってたよね、うん、でやっぱり練習の成果が出てるからですかねと。そりゃそうやろ、あれはバッティングにもプラスになったと思うよ、うん、あんなに特殊でな、やっぱり下半身強くなるからな、足回りは絶対打つ方にプラスになってると思うよということで、やっぱり特殊で下半身が鍛えられてることもいいというふうに、まあ、もちろんね、はい、俺らの時も、まあ、特殊を受けて下半身を作ろうとか、うん、そういう狙いはあったけどもね、うん、まあ、サトテルの場合はこう基本というか、そう、もう一度基本から入りながらみたいな、はい、だからオープン戦でも守備機会見たけども、うん、ああ良くなったなっていうふうには思う。あ、そうなんですね。そう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 、でやっぱりその下半身から崩される打席がないですよねと記者が聞いたところ、あんまりないもんな、あんな変な空振りないもんな、実戦の中ではな、今日はええんちゃう、特殊効果っていうのは絶対プラスになってるよ、打つ分にもプラスやし守備でもプラスやしな、下半身がな、ということで。いや、もうそう巨人戦でホームラン打ったんだよね。はい、アントコーンと、うん、あの時にフリーバッティングで、これ左なかなか風でいかんないう話をしてたらしいよ。あ、
そうなんですね。そうそう、いかんなっていう話をしてて、で岡田監督が里照りすごかったですねって言ったら、うん、あーとか言ってびっくりしてる。あ、そうなんですね。あ、お前飛距離半端ないなー言って、うん、改めてびっくりして改めてびっくりしてた。いやー、ようなったですねって言ったら、うん、あーようなったなー言っては認めてた。あ、うん、やっぱりその特殊で、やっぱ守備からやっぱりそのバッティングにつながるっていうのを豊さんもおっしゃってましたけれども、まあそうだね、うん、だからまあ守備ってね、里照も人のいい人間だからさ、はい、やっぱ守備で迷惑かけるとやっぱり嫌なんだろうね、うん、まあそういうところの自覚だと思う、うんうん、だからまあ守備をやりながらこう打って貢献するという、はい、だから守備での貢献というよりも打っての貢献というか、そのためにはやっぱ迷惑をかけないようにまあやってるというね、そうなんですね、うん、でもキャンプの時にその岡田監督と豊さん、はい、例えばどんなことを話されてきたんですか。まあ例えばよ、はい、ピッチャー先発伊藤将司、梶谷、うん、石井とか、うん、ね、そうそうたるメモが投げるんだよ、はい、初戦からね、監督いいピッチャー投げさせますねって言ったら、うん、おー、これしかおらんのよって、え、だから若手のいいとか言っても競争から外れてるから、あ、いやこんなんしかおらんのよって、まあいいピッチャーしか、はい、おらんのよ言うて笑ってたけど、はい、いやほうなあ、若手も使いたいんだけどな、もう本当こんなんしかおらんのよみたいないい贅沢な悩みですね。贅沢な悩みなんだよとか、はい、まあもちろんサプテルのことも言ってるし、うん、やっぱこう今のレギュラー陣のこと、はい、まあやっぱもうみんな自覚を持ってやってくれてるわなあいう話もしてたし、うんうん、だから本当に満足してたよね。そうなの、パン屋が食べながらやっぱり食べてたんだ1個もらおうかなと思ったけどもらわなかったんですか。いや、何なんで、ああもう食べちゃったみたいな言いそびれたみたいな言いそびれたんですね、はい、いやただ本当にそのピッチャー争いっていうところでも、例えば岡留投手が出てきたり、一方でやっぱり湯浅投手がやっぱり二軍挑戦に、いやだからあのね、この動画でも言った、はい、14人中8人しかまあ、ベンチに入れない、はいね、それをこう聞いたんだよ、うん、岡田監督に、はい、14人ぐらいいて候補は8人しか入れませんねって言ったら、おうよって、いやだけど、うん、もう1年間通して中継ぎが元気でいるわけないし、うん、だから言ってた通りだね、もう予備軍で、はい、やっといてくれればすぐ入れ替えるし、そうですね、うん、そういう入れ替えでローテーションが組めるよなあ言って、うんうん、だから心強いと思うよ。そうですよね、うん、あの1年間としてやっぱ中継ぎこのメンバーでではなくて入れ替えながら、まあ、もちろん疲れもあるしな、登板型になったピッチャーをちょっと休ませて、うん、このピッチャーで補うとか、うん、まあ、そういうのができるメンバーがいるしね、うん、で 4-4 ですかって言ったらほうやなー言って、うん、よう揃えましたねっておるんよちゃんと言ってですね、それがまたすごいですけれどもすごいやろ、うん、あと、うん、クローザーのことは何もおっしゃってなかったですか。どうするとか、クローザーはやっぱケラーかなー言って、ケラーがハマってくれるとええなー言って、うーん、まあ岩崎岩佐だ、はい、まあ、こういう経験者は持っとるかな、うん、ケラーが言ってくれるといいけどな。ゲラ、あ、ゲラ、はい、日曜日にそのゲラが1リング投げたんですけど、はい、牽制アウトにしたじゃないですか、まあ そ, はい、そしたらなんで牽制なんかしよったんと、あんなとこで見せなくてもよかったのにと思って、結構スコアラー書いて、うん、もうゲラの牽制はすごいってマークしちゃったんですよ。いやまあ野手出身だからねゲラはね、だからまあそういう、こう速さとか、はい、そういうのは持ってるよな、うん、うん、でね、やっぱ岡田監督のそのオープン戦の進め方っていうのは、その選手の調整に合わせた使い方をちゃんとしてあげてるな、はい、うん、だから役割をちゃんと与えてるというか、うん、まあ、例えば簡単なところで言えば糸原、はい、まあ、原口、ミエセス、うん、これを1打席ずつ代打で送ったりとかさ、はい、だからちゃんとこう役割を与えてるというか、それぞれ、はい、うん、意味のある役割ですよね、まあ、そうだな、だからまあ勝負にこだわってないっていうね、うん、まだ、うん、まあ、そういうことはお伺い知れたけどね、あとあの福島選手がね、育成から頑張ってたんですけれども、その例えば最後の打席三振したり、その走れなかったりっていうことに関しても、岡田監督がダイソーで出てるに初球からいけいけ言ってんのに全然走らへんやんかと言って二軍にっていうふうに言われちゃったんですけれども、まあ、怖さがあるんだろうな。あ、そこってこう思いっきりよくなかなかいけないものなんですかね。やっぱ失敗が怖いんだよまだ、うん、失敗してもいいからいけって、うんうん、でも本人が一番失敗したくないからね、はい、だからなかなかやっぱ難しいよ。これは
岡田監督がもう一度2軍でそのバッティングも盗塁に関してもおっしゃってたのは、2軍でどういうことをまた学べばいいんですかね。いやだから思い切りいけるっていうことだよ、早いカウントから、はい、うん、それはね、例えばランエンドヒットみたいな形になって走るっていうのは簡単なんだよ、はい、ランナーってね、うん、まあ、だけどやっぱ警戒されてる中で走れる選手になってほしい、うん、だから 1,2 球目で走らないと、 1,2 球だったらバッター待ってくれるから、はい、だからいけるぐらいの思い切りと精度を作ってほしいよね。ただ岡田監督会を感じたのが、その福島選手の大学の時の監督がその日いらしてて、それを聞いたんで、来てるから打席、うん、せっかく行かせてあげたんだけどなっていうふうに、まあ、まあそうちょっとそういう愛情もある人ありますよね、うん、で阪神キャンプで一番ピリついてたのは誰か知ってる？平田コーチですか？平田ヘッドやっぱり平田さん監督機嫌悪かったですか？なんで豊さん、いや俺がだからその試合終わった後とか、まあ、例えば監督と、はい、まあ、話をするじゃない、はい、で俺が監督機嫌どうだったんですか一番気にするんですか平田コーチがいやでも神経細やかにいろいろなことをやってるなっていうふうに思ったね。そうですよね、うん、で監督1年目の去年のキャンプと2年目のキャンプとでまた選手たち その成長ぶりも違うでしょうし、やっぱ全然自覚が違うと思うよ。うん、だから、まあ、岡田さんの持ってる緊張感だとか野球に対してのね、はい、うん、まあ、そういうのが本当に浸透してるなっていうのを感じがする、ね、そうですよね、うん、またこの岡田語録と岡田さんの一問一答があるので、はい、そういうのを選手たちが翌日記事で見て、まあ聞いてるよねまあ見てるしな頑張らなきゃって、まあ、そう思いますよね、うん、だからその岡田監督の一問一答が去年面白かったので、今年阿部監督の一問一答っていうのもできてるんですよ。あ、いいね。そうだ、セットで読むとものすごい面白いんですよ。それはこっちは助かるね。こっちは情報が聞けるので、まあ、そうだな。そうなんです、はい、だから今年もね、やっぱり巨人と阪神がいいライバル でそこに他のチームもさらに来るっていうのが、なんかセリーグ面白いなっていうふうに思いますね、まあ、その通りだな、はいはい、だからまあ阿部監督のゴルフも追っていきたいよな、はい、今年は追っていきましょう、はい。